この動画を最後まで見ると店長以外の凄さが分かる。もう店長以外にもある。はい、どうもこんにちは、スターバンドへようこそ。最近考察にハマってます、レンです。会長です。こんにちは。考察、今まで好きだった自分のドラクエとか FF とか、うん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 、ハンターハンターとかの考察見たらめちゃめちゃ面白いね。あー、あっちゃんがやってるようなやつ。そうそうそう、オリラジのあっちゃんとか、はいはい、いやもう全然関係ないドラクエオタクとか、うんうんうん、ハンターハンターとかもめっちゃ面白い。いや面白そうで、ね、見たことある？ない。イルミが実はもう死んでる説とか。え、そうなんだ。死んでない。一巻から暗黒大陸がもうなんかちょっと伏線張られてたとか。あー、そうなんだ。そう、めっちゃ面白いよ。やっぱ考察って今日その動画撮ってほしい。自分のそもそも好きだったものの俗説とか、うん、もう伏線とかその辺をもう噛み砕いてやっぱ知ると、うん、より深く好きになれるから、僕らもね、はい、音楽の考察やっていきましょう。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムのクライベビー、早速ボーカル分析レッツゴー。クライベビーもう何回やったんだってくらいやってるじゃん、うん、俺ら。まあまあまあ、でもよくよく見るとボーカル考察はもうほぼ転調しかやってない。今回はちゃんとボーカル分析しよう。はいはいはい。転調禁止で。転調禁止でね。以外にもすごいところがあるぞっていうのが。いや、まあそりゃそうでしょ。まあそりゃそうだから。それじゃあ噛み砕いて説明していこうと思います。はい。今回の注目ポイントは2つ。はい。まず第1の注目ポイントがフォールの落ち具合。フォールの落ち具合。フォールのフォール具合ってことね。そう、フォールのフォール具合ね、うん、フォールっていうのも落ちていく感じね。うーん、あーっていう感じの。もう今回はもう特にヒゲダンの中でもう一部分、まあ多分分かると思うけど、うん、ある一部分のフォールがすごいから、まず一回そこを聞いてみて、どれぐらい落ちてるのかをちょっとみんなで感じてみようと。2番の A メロの次ぐらいの頭抱えるところ、うんうん、あっこね。あ、そうそうそう。PV で頭抱えてるとこね。どうして、どうして。秒数が2分10秒の最後のどうしての終わり部分の音程がどれぐらい落ちてるかっていうのをちょっと一回聞いてみよう。どうしての手の語尾ね、はい、語尾に注目して一回聞いてみよう。いくよ。ほっ。これよ。あー、落ちましたね。これ落ちたっしょ。曲の音程とかキーを関係なくもう、うん、そう、ブブブブって半音ずつ。いや、なんか一応ちょっと調べてみたの、検音で。はいはいはい。そしたら「てどうしてーのえー」が「ど、うん」あ、うん、ど、ど」で、はい、うん、で「はい、てー」がフラット 4.5 ぐらい。ソとソのシャープぐらいまでドゥルルルルルって綺麗に落ちてる。だから不協和ももちろんその中に入ってる上で、うんうん、フォールがいつも以上に落ちてるっていう。もう、もうそうだな。フォールというかもう、そう、4万。フォールを音程でなかなか調べることないんだけど、うん、特に落ちてるなと思って。まあそうだね、ここはね。そうそうそう、ポルノグラフィティさんとかはもうなんか自然にあーあーって歌うんだけど、語尾ね、はいはい、そうそうそう、それの3倍ぐらい落ちてる。大きさとして落ちてますね、確かに。これで落ちながら PV でもどうしてってやってるじゃん。うんうんうん、やっぱそういう理由も込めてテクニックを使ってる、うん、はい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 。っていうところで次、ここすごポイント。ここすごポイントがみんな大好きヨーデル。ヨーデル、歌のよ、そう、ヨロレイヒーみたいな。はい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 、はい、そう、ヨロレイヒ感がこの曲にやっぱあって。ちょっと待って、あの、やっぱあって、やっぱじゃない、やっぱあって。違う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 。スタバンドのその店長の動画とか作ったじゃん、うん、コメント欄にヨーデルみたいで好きですとか、ここの部分が好きですとか全然いっぱいいる。忘れるな忘れるなみたいな感じ。あれをヨロレイヒヨロレイヒってやって納得聞いてる。わかるでしょ、納得。あれでもヨーデル感があるんだやっぱ、あれ。なんかそういう技法、特殊な技法、はいはいはい、ヨーデル技法、ヨーデル技法がやっぱ好きって人がめちゃめちゃ多かったから、どこ好きですかみたいにいつもコメントまで聞いて、忘れるな忘れるなのとこですとか、ヨーデルのとこですみたいな人がやっぱいっぱいいたから、じゃあこのヨーデル部分どういうテクニックをまあヨーデルじゃないんだけど細かく聞くとどういう部分をこう使ってヨーデル感を出したか、あ、はい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 、をちょっと分析していこうかな。あ、じゃあまず一回流してみようか。はい、じゃあまず秒数が
1分52秒の忘れるな忘れるなみたいになってるところ、2個目、うん、はいはいはい、2個目の忘れるながだいぶヨーデルしてるから、そこをじゃあ1回流していこうかな。忘れるな忘れるなと言い聞かせ続けたのにの方、後半の方を注目して1回聞いてみよう。いくよ、はい、ここよ、うん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 、ここがどういう動きをしてるかっていうと、忘れるな、まず1個目は普通じゃん、はい、1個目は普通っていうか1個目は普通のヨーデルじゃん、ヨロレイでしょ普通の、はい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 、忘れるで裏声になってなーで戻ってくる、うんうん、で2個目が忘れるなとまでルナとがルで裏声入ってルナとでイが最初のイで実勢に戻っていくんだけど、そのイが裏声拳で戻ってくる、忘れるなといい聞かせ続けたのにって、あ、裏声から地声に戻るときに拳で帰ってきて、そうそう、裏声拳で帰ってきて、で実声に戻って、うん、でしかもなんかさらにおまけのように2回パンパンってね、裏声拳が入る、あ、入ったよ、パートあと2位の後半に、はい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 、っていうぐらい、いやこれ最初の方は全然裏声拳入れてないのに、うん、後半のここの部分ヨーデルになってからめちゃめちゃ裏声8秒間に4回入ってるめちゃめちゃ使ってるな、そう 8分の4、2分の1で、うん、確かに2分の1裏声拳で歌ってるから急にでもこれだけこだわってるだけあって、うん、好きっていう人が多かった、うん、めちゃめちゃ多くて、すごい印象的なポイントだね、ここ、うん、でなんでヨーデルなのかなって思ってちょっと調べてみたの、ヨーデルの起源みたいな、そしたらヨーデルってアルプスの山小屋で夜に怖くて、うん、なんかその恐怖とかに打ち勝つためにヨロレヒーって一人で歌ってるんだって、へーっていう起源があって、勇気というかそんなを出す歌、なんか夜怖いじゃん、うん、肉食動物が襲ってくるのは怖いから自分で歌ってて自分を鼓舞して恐怖に打ち勝つために、その恐怖に打ち勝つっていう意味を考えると、うん、ここにヨーデルを持ってきてるのは、うん、やっぱり意味あるんだよね、歌詞とリンクしてて、はい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 、恐怖と戦ってなんか困惑してでも自分をこう恐怖吹っ飛ばしたいみたいな、で倒してって入っていく、はい、この歌詞とリンクしてるなと思って、へー、だからここにヨーデルを入れたって俺は思うんだよね、なるほどね、分析やね、分析、考察だね、まあ、今回結構考察っぽいんだけど、うんうん、その藤原さんでもそれを毎回のようにやってくるから、うん、だってこの前の店長もさ、うん、10回って俺は言ってたけど、うん、細かく見たら12回っていう人もいて、うんうんうん、まあ勘で12回って言って、しかもちょっと当たってるじゃん、まああの時勢いで言ったやつ、動画見た、見たよ、あ、見た、はいはい、12、おお、12でいく、12勘でいってる、勘でそう、完全に、でなんで当たってるかっていうと、漫画のその12年前の今日と12回転調、その世界が行ったり戻ったりする感じをちょっとリンクさせてるって考えると、じゃあここにヨーデル入れたのもそういう理由があるかもしれないなと思って、うん、藤原さんならやりかねないっていう、確かにね、今回の考察でした。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムクライベイビーのボーカル分析動画でした。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは特殊っぽい歌い方をしてる曲、特殊っぽい、なんか今回ヨーデルみたいな、しかもヨーデルってどっちかっていうと、まあ、俺もこれ聞いて思ったのもあるけど、コメント欄とか、あとはやっぱツイッターとかからもやっぱヨーデルっぽいよねとか言ってる人多くて、そうだから今回この曲以外でもなんかちょっとそういう特殊な技法っぽいなって思うとこがあったら絶対伏線張られてると思うんだよ、ヒゲダンは。だからその曲のここの部分なんか不思議な歌い方してんなってとこがあったらぜひぜひ書き込んでみてください、はい、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう、またね。店長どっちなんだろうね。あ、ね、正解は12回、そう、どういう気持ちでどこを店長って言ってやってるのかね、藤原さん的には部分店長とかも含めてそう12回とかなんかな、ね、
どうなんすかね。でもその12年説はちょっとやりかねない。だいぶなやりかねないな。12回行って帰ってを繰り返すみたいなのは確かにちょっと。でもそういうのがやっぱ最初も言ったけどさ、考察の面白さだなと思って。確かに確かに。エヴァンゲリオンとかジブリとか、それこそさっき言ったドラクエハンターハンターみたいになんかいろいろ考えたものがやっぱエンタメなんだ。確かに。俺らも音楽を考察するバンドとして頑張っていきましょう。